ご覧いただきありがとうございます。賃貸のマスキーイメージキャラクターのマカス君です。今回は、こちらのですねテナント物件のご紹介でお邪魔しております。こちらですね、今回ですね、こちらのテナント物件は、こういった外観そして周辺環境のご紹介でお邪魔しております。すぐ目の前はですね道路を渡ったところにね、奈良市の法務局がございまして、車通りもある、こちらの道路がですね、建物に面しております。まあ、バス停なんかもねすぐこう少し前にですねございますので、まあ、アクセス、良好ですね。こちらの方に進んでいただきますと近鉄奈良駅もございます。そしてですね、まあ、こちらのテナントなんですけどもまた中の方もね随時更新させていただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。なかなかですねこういったテナント、1階に面した物件というのはね、それほど数ございませんのでぜひ、お問い合わせいただければと思います。以上でご紹介させていただきました。ありがとうございました。